れるシャボン玉と思ってですね。でもめちゃめちゃトライセール。ソラッチナンスキャンモチョ。かわいい。かわいい。はい。今日はトビとオスワさんが私の誕生日をお祝いしに来てくれてます。もろもらって映れなんて声だけはちょいちょい映るかもしれません。まあ一旦ご飯食べます。これ何？生ハム。うん、一口かな。いや一口、うん、じゃあ味の感想をどうぞ。なんかディズニーランド思い出す味してないこれ、うん、わかる、うん、かもしれない。違う、私デブレッシャーいけないから、笑っちゃいけないから。そんな量くてもない。うん、私なんかね、うん、芋かぼちゃ。どっち？芋とかぼちゃ。芋とかぼちゃも一緒だよ。同じ部類だから。カプリコーン、温かく食べて。ちょっとつけちゃったやつを、うん、取ってるね、うん、言われるとちょっとできないんだよね。あざとくて何が悪いの。はい、顔向き。新しい料理が届いた。これがなんかフィッシュバーガーみたいなやつなんだけど、石飛さんがキャベツだけ置いて。ただのパンとフライです。食べなさい、緑。野菜は萌えが食べます。ちゃんと食べてください。はい、見て。どれか、どうした。なあ、今も普通にご飯に集中したいから動画止めてたんだけど、こうした瞬間に動画撮れば。そしてお諏訪さんが大爆笑して頭を椅子にぶつけました。一瞬で事件起こりすぎたんだけど。こうした瞬間に動画回しなよ。それなんか一番気にしてるよ、私。すごい気にしてる。もうすごいよ、すごい。なんか濡れちゃった、ね、その色が、ね、目立つ色だよね、これ。なんか若干映画館の椅子みたいな生地だもん。ちょっとわかる。ちょっとわかったし。今もいや、急に回しました。肉だ肉だ。噴水した煙が2つ上がるので動画撮ってください。はい、おーわー、いい匂い。ほんとほんとだ、噴水の匂い。おー、これ3番目一番反応薄いぞ。やめてよ、私のなんだけど。おーって言ってくれよ。おーって言ってよ。ミートマヨに詰めたシャリアピンソースとマッシュポテトも一緒に入ってありますので、お召し上がりください、はいはい、マッシュポテト大好き。今ちょうど顔だけ隠して2人の匂わせしてる。匂わせ。で、食べまーす。最悪。このメインのチーズのやつ回してると思ったら何も回ってなかった。15分ぐらいずっと面白いことしか喋ってなかった。悔しい。15分間ずっと面白かったのに、ね。食レポこれでやってたのに。すごい、途中の食べかけのこれしかない。悲しい。悲しい。結構頑張ってちゃんと食レポしてたのに。面白かったのに私たち。悔しい。なんか YouTuber ほんとこれ悲しいんだろうね、回ってなかったみたいな。スプーン食べる系女子。気持ち悪い。間違いない、間違いない。あざとい女子ちゃんとやろうと思ったのに。肌の行儀悪い女人。もうやだ、悲しい。美味しい、美味しい。なんかお米がツヤツヤ、ね、さっきはお米が一つ一つふっくらしてる。ちょっと窓かに、ね、ふっくら。2回目かっこ2回目で2回目のふっくらはやりたくないね。わかる。うん、美味しいね、うん、震える系ね。終わります。ありがとうございました。はい、大丈夫です。はい、続いていきます。
すごいすごい。誰かスマホの人によって言ってるんですか。確かに流してるから音楽流してくれてるから。これを見せたくて。すごい。それで予約してくれたのね。はい。誰か誕生日？ない。あんたや。すごい。もしかして私？私が誕生日？一週目だから。お祝いしようね。確かに。メッセージをとか言ってるのでこちら書いて調べていきます。なになに。え、すごい引きたい。うまっ。確かにこんな風に言ってないよ。萌えさん。はい、萌えです。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。イエーイ。タイムラプスとかどうなんだろう。確かにかわいい。かわいい。え、すごい。やば。それでは最後の仕上げしていきます。私がせーのと言ったら一緒に3、2、1とカウントダウンをお願いします。はい、いきますね。せーの、3、2、1。なになになに。中にたくさんお菓子入ってます。わー、やばい。子供の夢じゃん。夢が詰まってる。すごい。しかも BGM ちゃんとハッピーバースデー言ってたんだけど、このタイミングでフリーバースの中に流れてるみたいな。フリッキーの BGM で昔のフリッキーの中だよね。おめでとうございます。ありがとうございます。え、嬉しい。写真撮ろう。すごーい。ぶつぶりしてる今。ぶつぶりの素材もしかして。はい、トビとおすわさんから誕生日プレゼントもらいました。今から開けます。ちょっとまだ見てないから。あ、まだ見てない。あの、開けようとしたらトビに、え、撮らなくていいの。もっともなこと言われました。これのために私とお父さん立ってます。ごめん。え、かわいい。え、めっちゃかわいい。あ、全然ピント合わない。ちょっと、あれ、これ、これやってこい。あ、すごいピント合う、やっぱり。すごい。これなんだ。うん、それ用なんだ、ね、ピント合うよ、うん。え、イヤリング。2人からイヤカフとイヤリングです。え、つけたい。勢い、勢いでつけてみるね。ね、合ってる合ってる。カフはつけない。カフってどこにつけるの。引っ掛けて入れて、下に垂らす。あ、全然できないね。え、かわいい。ここに入れて。ね、サイズで入らないとかあるね。でもそんなことないでしょ。一回、そうそうそう、スリーサイズじゃないの。助けて。そうやん。イヤカフ入らない耳の人いない。フリーサイズじゃないですか。すごい。痛かったら言って、うん、あ、全然大丈夫。あ、入った。あ、いや、いい。あ、入った入った。あ、よかった。いけたいけた。あ、そうそう、ここここここ、出た出た。かわいい。そう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 。入らないから。しんどいけど。しんどしんどしんど。で、イヤリングだ。え、待って、めっちゃ可愛くない。え、めっちゃ可愛い。大丈夫。え、めちゃめちゃ可愛くない。よかった。どう？かわいい。かわいい。どうですか？あ、いいじゃん、いいじゃん。どう？かわいいってば。もうちょっと付き合ってよ、かわいいに。ねえねえ。かわいいよ、似合ってる、よかった。え、嬉しい、ありがとう。めっちゃ使う。二人からです。ありがとう。ありがとう。ありがとう。一人で作られるかな。確かに。本当だよね。ちょっと毎回つけてもらってもらって。やだやだか。お願いしていいですか。ありがとうございます。はい。でもそのイヤカフ可愛くてさ、私も買おうか悩んじゃった。でもお揃いしようよ。ね、可愛いよね。よし、
私も買ったらお蕎麦さんも買わなきゃいけない。確かに。お揃いね。強制お揃い。写真も？そう、写真も。